えっとカセオゼ自体ですねえっと100年前ぐらいからえっと我々人類が用いてきている排水処理の技術になるんですけどもまあ、そこからまあ、研究の歴史が始まったとでもと微生物学者がですねえっとそこのカセオゼの中にいる微生物がまあ、どのような種類があるかというものを興味を持ってまあ、研究を進めてきた歴史がありますでまあ従来ですねそういった微生物を対象にしてまあ、あの一つ一つですねその微生物をえっと分離培養してそもそも見る目で見ることができない微生物を研究して扱えるような工夫をえ微生物 生物学者がししてきましたただですね、えっと、その活性度の中に含まれている微生物の種類があまりにも複雑すぎて、まあ、数千種類以上いると言われているんですけれども、まあ、そういった種全ての微生物に関してそういったえっと培養技術が使えないつまりそのどういった方法で培養していいかあるいはそもそも培養する方法がわからないといった微生物が数多く存在していましたで、まあ、そういった背景を受けてここ、まあ、最近でえっと急速に発展してきた遺伝子解析技術をそういったところに適用してもともと培養することが難しかった 微生物の遺伝子情報に直接的にアプローチすることでその微生物がどういった機能を持っているかといったことが最近研究が行われるようになってきて我々の研究グループでもそういったことを解析してまいりました。 排水処理の研究をしていく中でその環境を良くするための微生物といったものもまあ見つかってきています。例えばプラスチック製品、石油、あるいは原油を原料にした製造が行われているんですけども、えっと、化学反応によって様々な化合物が、えっと、プラスチックの原料として製造されています、まあ。その一つにテレフタル酸という物質があるんですけども、まあ、このテレフタル酸という物質はそもそもですね、えっと、自然界には存在しない物質でありました。で えっと、そういったですね。えっと、自然界に存在しない物質をですね。例えば。排水処理をしないで浄化し、え、せずに環境中に放出してしまうと。やっぱり大きな環境汚染の問題につながるというふうに、我々は考えています。まあ、そういったですね。環境、えっと、問題に、えっと、対応するような微生物のそのセレフター酸という化合物を。分解する微生物、といったものを、我々は見出しています。 微生物のもう一つの面白い機能としては、まあ、微生物のその餌を食べて、えっと、いろんなこう代謝をこう働かせていくんですけれども、まあその中で、まあ電気ですね、電力を、まああの生産することができるような微生物も、えっと、現在知られています。で、今後ですね、そういった微生物の機能をより、えっと、うまく利用することで役に立つような排水処理技術が今後できていくのではないかというふうに考えています。